シュルーズベリーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部、ウースター郡の南東部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口35,608万人、約12,400万世帯だった。シュルーズベリーは工場長でもなく農業村でもないというニューイングランドでは得意な町である。その始まりから隣接するウースター市の郊外部として成長し、 クイーンシュガモンド湖の観光業もある。シュルーズベリーは1727年に法人化され、現在はニューイングランド特有の代表制タウンミーティング方式を採用し、町マネージャーと調整委員会が指導している。調整委員会は免許を発行し、様々な管理部署の役人を指名し、毎年定例の及び必要に応じたタウンミーティングを招集する。 第一回修派協会シュルーズベリーの町はイングランドのシュロップシャーにあるシュルーズベリーから名付けられており、起伏を伴う丘陵性の地形を多くの小さな水流が分けている郊外町であり、その水流からは小さな水力が提供されていた。この町となる場所の土地払い下げは1664年に始まり、ヘインズ農場と呼ぶ3200エーカーの土地を最大としていた。 開拓者は主にサドベリーやマールボロから入ってきており、その中でも最初の高級的開拓者は1720年のガーシャム・ウィーロックだった。町としてのシュルーズベリーは1722年が最初の入植であり、1727年に公式に法人化された。町の住人はリンゴ園で農業経済を喪失し、1750年には店舗が2軒。 酒場が4件あり、いくつかの小さな工業的取り組みも行われていた。アメリカ独立戦争の後、農産物価格が急速に低下し、通貨が不足して全体的な経済不況となり、植民地人にとっては絶望的な状況になった。1786年のシェーズの反乱は、負債の回収と担保の取り立てを阻止するために裁判所を閉鎖させようとしたものだった。 シュルーズベリーは反乱の出発地域となり400人以上の反乱参加者が宿営した後にウースター裁判所に抗軍した。企画産業が1786年にシュルーズベリーで始まり農家が長靴や短靴の製造を支援するために大群の牛を買った。この後には1 7十七年の銃製造業の樹立が続きライフル銃、三段銃、拳銃を製造し、 食器も作った。1809年、ルーサー・ゴダード新中製時計を作ったことに始まり、小さな時計工場を設立して熟練したスイスやイングランドの時計職人を雇った。林業が製材所を作り、それが転じて椅子やキャビネットのメーカーとなり、スキーや荷車の製造者ができた。19世紀に路面電車が発展し、 町に一戸建て住宅の成長に拍車をかけた。クイーンシュガモンドこの夏のリゾート人口が町の農夫の育てる市場向け野菜の消費者となった。ウースター市の郊外としての役割がより重要になった。町の人口は1915年から1940年の間に2倍となり、路面電車郊外部としての成長が続いて、より近代的開拓者が町に入ってくるようになった。 その他の近代的開発には、湖畔のコテージが増加したこと、民族クラブやレクリエーション地域が増加したことがあった。近代シュルーズベリーの経済は、農業、リゾート産業に依存し、ウースターの住民に、レクリエーション機械と食料を提供することと表現できる。現在のシュルーズベリーには、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された史跡が3カ所あり、 過去にもう一つあった。シュルーズベリーはボストンとウースターの郊外であり、ボストンからは車で約45分、ウースター中心街からは10分の距離にある。シュルーズベリーはマサチューセッツ州中央部にあり、西はウースター市がクイーンシュガモンド湖を挟んである。北はボイルストン町と週間高速道路2 9十号線がある。南はグラフトン町に接する。 東はノースボロ町とウェストボロ町がある。北西の小さな土地がウェストボイルストンとの境である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は21.6平方マイルであり、このうち陸地20.7平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は4.25%である。2010年の国勢調査では、 人口が35,608人に達していた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。町役場独立戦争時の状況を伝える、非分道場シュルーズベリーは、ニューイングランドで伝統的な政府様式を採用している。町の選挙は、毎年5月の第1火曜日に行われる。立法府、代表制タウンミーティング。 大議員は240人の選出されたメンバー、議長が1人選ばれる、行政府5人の委員による調整委員会、任期は3年間で毎年1人か2人が改選される、委員会が町マネージャーを指名する。その他選挙で選ばれる、または指名される、行政職がある。教育委員会は5人、図書館信託理事会は9人が選挙で選ばれる。 町マネージャーの他に、事務官、警察署長、消防署長、教育監督官が、指名職である。出展、タウンオフィシャルズ、タウンオブシュルーズベリー、2015年3月12日、閲覧。その他浄水、健康、防火、救急医療、警察、教育、レクリエーションなどの委員会がある。ウースター軍で選挙により選ばれる役人は、裁判所事務官、 地区検事、土地党機関、県人党機関、軍保安官がある。衆議会会員は第11ウースター選挙区に属し、上院は第2ウースター選挙区に属している。知事評議員一人を選出する。連邦議会会員はマサチューセッツ州第2選挙区に属している。上院は州から2人が選出される。シュルーズベリー教育学は、 町の公立教育学区である。学区内にある学校は、オーク中学校とシュルーズベリー高校である。シュルーズベリー・モンテッソリ学校は、地域のもう一つの学校である。毎朝、生徒たちが座って、互いの考えを交換するモンテッソリのやり方で、始まる。この学校は、オーク中学校の対面にある。シュルーズベリー公共図書館は1872年に、 設立された。2008会計年度で、シュルーズベリー町は予算の1.24%、1164,563ドルを図書館に使っており、住民1人あたりでは34ドルになる。1978年に図書館を拡張した後、さらに拡張が必要になった。2004年と2010年、空間が不足していること、屋根と、 冷暖房システムが不適切に保守されていること、身体障害者が使いがたいこと、図書館サービスの需要が増していることを示す調査を完了した。2010年、新しい4万2000平方フィーの施設を約1900万ドルで創設する提案がなされた。ありがとうございます。